皆さんこんにちは。今回は、会話はキャッチボールというテーマでお話をしたいと思います。会話はキャッチボールという言い方をよくしますね。まあ、相手が投げたボールを自分がどう受け止めるか、でそれをまたどういうふうに投げ返すかということで、会話ということはキャッチボールだとよく言われます。でこれ実際にですね、本当にキャッチボールをやってみて会話を考えてみるっていうことを、この間ちょっと折があって、みんなで試してみました。ワークショップの場でね。でそれは実はまあ2人向かい合ってですね、笑顔で、あるいはなるべく声を使わないっていうことでね、会話の代わりにキャッチボールするわけですから、ですからこう投げるよっていうふうなポーズで OK みたいな感じでこう投げると、だから確実に受けるわけですね。でその時にこう笑顔で、皆さんもちょっとイメージしてくださいね。笑顔でポンと投げると笑顔で受ける。でまたこっちに投げ返してっていうふうにやると、また笑顔でポンと投げる。だから投げる方がその相手のこう様子をきちっと見た上で笑顔で投げると、相手も受けて、でそれをまた相手に笑顔で投げ返す。これうまくいきます。そんなすごいキャッチボールじゃなくてね。で今度ですね、笑顔でなくってですね、部長面っていうかな、不機嫌な顔をして、あるいは相手を見ずにこうちょっと横向いて相手ポンと投げると、大体びっくりして受けられないっていうかな、うまくいきません。で笑顔で受け投げ合うとどうなるか、そして笑顔でなくって不機嫌な顔で投げ合うとどうなるか、あるいは相手の目を見ずに顔を見ずに突然投げるとどうなるか、これやってみるとですね、本当にその通りになります。でさらにですね、今度3人で投げ合う、で3人で投げ合う時にみんなが勝手に投げ合うとほとんど受けられません。あるいは4人で投げ合う時に合図をしないともうどうもならない。でだから相手が2対2、1対1の場合には相手を顔を見て、あるいは行くよっていうような感じで笑顔で投げる。で今度3人の場合には、じゃあ今度あなたからどうぞとか、あるいは私から言ってもいいですかというふうのを、まあ、ジェスチャーでこう示すとうまくいく。で10人対1いうのをやってみたんですね。それも行くよというふうにこう 目と目でこう確認してから、そっちに OK を出して投げ合うとうまくいくけども、それをやらないとむちゃくちゃになりますね。会話はキャッチボールということを改めて考えてみると、非常にコミュニケーションがうまくいくと思います。どうぞやってみてください。